よ、いつもより可愛くない？うちらやばくない？ねえ、おい一条、先生に対してどういう口ぶりだ？かなで先生様、すみません、失礼な口を。はい、ふむよかろう。うん、一条生徒、音の瀬先生、音の先生になるね。混ぜたら、混ぜちゃダメ、ダメですか？ダメで舐めているのかい先生を。いえ、決して先生のことをちっちゃくてクリーンクリーンで可愛いなとか。ちなみにチンチクリーンって韓国語でなんて言うの？怒ってる。チンチクリーン。うん、なんだって。いえ、かなで先生のこととは言ってないですよ。じゃあ教えて、まず一番最初にリリカたちが今日この場で覚える言葉はチンチクリンです。よろしくお願いします。チンチクリン、かなで自分のことチンチクリンだと思ってるの？え、まあそういうことだね。そういうことだね。チンチクリンっていう意味かな。絶対嘘や。いやいや、ちょっと一回言ってみて。うん、わかりました先生。クゴギルチョッカンかなで。素晴らしい。これがね、チンチクリンっていう韓国語。絶対嘘。嘘しかつかないこの先生。大丈夫かな。不安になってきた。嘘じゃないよ。軍人サゴ？なんだセンシティブって。センシティブってなんだ。ジーニアスがなくなっているぞ。セ、うん、シティブって言うよ韓国語で。あ、ジーニアスのこと？そうだよ。そうだったんだ。そうなの、そうなの。だからたまにセンシティブって書き込みあるんだ。そういうこと。なわけあるか。誰かこの先生引っ張り出せ。直すか。じゃあ一般用語として使えるものとして、リリカ社長の限界飯は日本を代表する伝統料理です。待って、これコメントにさ、韓国に来が、うん、犬のご飯で焼くぜって書いてる。限界飯犬のご飯どういうこと。リリカのご飯を犬のご飯扱いするな。じゃあ次は一般的に使える言葉として、メスガキって。誰に対して言うのそれは？あ、番長かな。あ、番長か、番長かな。なんかクソガキでもいいよ、クソガキでも。でもこれ、あー、なるほど、今コメント見たけどちょうどいいのがあった。ジェーン、あ、これ初めて言ってる。番長ジェンミンニー。番長ジェンミンニー。ジェンミンニー。かなでジェンミンイー。違う。ちょっと文法的なエラーが起こってしまいますね。そうなの？あ、そうなんだ、はい、文法的なエラー、おー、へー。はい、カラデとちょっと組み合わせられない、そういうルールがあって。なるほどね。難しいね。番長だったらよ、番長にだったら使える。はじめがカラデジェンミーって言ってるよ。違うよ。可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん。